マフラーを首にさ巻きながら咳をしてた。離れてやっと気がついたよ。寂しい思いをさせたことを。友情出演コーナー、金子康夫さんです。さんがりをお聞きください。風邪ひくなんて久しぶり、おふくろ死んだ朝以来、大事な日をなくすたび寒さを募るこの頃さ、もしも幸せに今も隠れているのなら、届けおいて、さがりほしい。ずっと置き手紙